西日本最高峰、標高1982メートルの石鎚山から流れ出す面河渓。四季を通じて多くの人が訪れる愛媛を代表する景勝地には、あまり知られていないもう一つの顔があるんです。はい、こちらこそよろしくお願いします。鉄砲石川というんですけど、本流沿いと比較すると知られてない部分はあるんですけど、やはりこの亀原という大岩壁がある尾根のちょうど裏側になるんですね。これの向こうってこと？向こう側です。非常に魅力的なところです。鉄砲石川、入り口は本流にかかる五色橋を渡ってすぐの場所にあるこのトンネル。夜来るとコウモリが休憩してたりして、僕ら調査の時はここを見て回ることもありますけどね。あれ、もうなんかちょっと水の音が聞こえてますけど。そうですね、これがちょうど先ほどの本流の、はい、尾根向こう側、裏側になる鉄砲石川ですね。あ、面河川本流から尾根を一つ越えた場所を流れる鉄砲石川。本流では見られない魅力的な場所が点在していると矢野さんは言います。ここはもみじ石という有名な鉱物が観察できる。あまり耳なじみのないもみじ石とは、この岩壁のどこかにあるといいますが、どれだか分かりますか？一見こう単なる黒いシミのようにも見えますけど、近くで見ると確かにもみじ型をしてるように見えませんか？ちょっと待ってください。岩がこうなってるところに、そうですね、割れているところ。はい、あれ苔ではない？苔ではなくてですね。そう、これが鉄砲石川のもみじ石。言われてみれば確かにもみじの形にも見えます。もみじのような形をしているのでもみじ石という名前付けられてますけど、はい、電気石っていう鉱物の結晶なんです。電気石ですね。分かりやすい名前で言うとトルマリンですね。トルマリンって聞きますね。はい、鉄砲石川は広範囲にもみじ石が見られる全国的に有名なスポットなんです。さらに川を遡ると本流とは全く違う眺めが広がります。本流側は河原が広くて、はい、これ多少部分に花崗岩の塊が露出しているので、はい、そこがこう水で削られて滑らかになっている、うん、こちら側はそういう箇所があまり見えずに奇岩が目立つお月屋が見えてきましたね。これまたやっぱ近づくと、そうですね、迫力がすごいですね。ありますね、うん、川岸にそびえる奇岩お月岩、えぐれた岩壁を下弦の月に見立て名付けられたと考えられています。鉄砲石川には雪裡と呼ばれる亀裂に沿って岩が剥がれ落ちた花崗岩の奇岩が点在します。地面の深いところで出来上がる岩石なんですが、はい、深いところから言ったら上がってきて圧力から解き放たれるので、はい、こう隙間ができてくるんですね、割れ目が、はいはい、それがこういうふうに正面が兜岩ですね。これはかっこいいでしょう。お月岩よりもさらに巨大な兜岩、地殻変動のエネルギーを感じさせる湾曲した岩壁、奥に見える鎧岩とともに鉄砲石川を代表する景観を作り出しています。他にも浸食によって花崗岩が箱状に削られた
ヒツの底や岩肌を流れる水を布に見立てて名付けられた布引きの滝。水に含まれる鉄分で川底が赤く染まった赤石瓦など、自然が作り出した個性的な景観を見ることができます。一方で鉄砲石川にはもう一つの顔が。川に沿って伸びる林道に突然姿を現す古びた鉄橋。大体まあ昭和30年あたりにこの奥の自然林の伐採を目的に作られた林道なんです。大元は利用されてきた場所でもあるし、自然が残ってきた場所でもあるという。豊かな自然と開発の歴史を持つもう一つの面影景、鉄砲石川。人間が自然を利用するっていうのはどういうことかっていうのを考える場所としてもすごくいいと思うので、まあ、そういう観光と学びをくっつけて展開するには素晴らしい場所だと思います。